こんにちは。今回はアウェイということで鹿児島へ行きます。鹿児島ですが、昨年も富山のアウェイ戦の時に訪れた町です。昨年は大雨の影響で移動が遅れて、ゆっくりと観光することができなかったので、今回は試合だけではなく現地のお店や観光地も紹介できればと考えています。今回ですが、今シーズン初めて飛行機を使います。富山から国道41号線を走って愛知県に入り、中部国際空港へ向かいます。そこからは飛行機で鹿児島へ移動します。これまでの動画では、最初に観光やグルメを楽しんでからスタジアムへ向かうという構成が多かったですが、今回は試合の翌日に観光へ行く予定にしているので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは鹿児島に向けて出発します。さあ行くぞ。県総から出発します。まずは中部国際空港セントレアまで向かいます。ここまででもかなりの距離があるんですけれども、頑張りたいと思います。岐阜県の下呂市までやってきました。この下呂市には下呂温泉という有名な温泉街があります。富山からここまでで3時間ほど、中部国際空港までは残り半分ほどです。愛知県に入りました。岐阜県長かった。4時間ぐらいかかりましたね。ゴールデンウィークということで、いろんなところがかなり渋滞しています。名古屋市内の渋滞を避けるために、ここからは高速に乗りたいと思います。小牧東インターから高速に乗ります。ゴールデンウィークということで、高速道路もかなり渋滞してますね。現在40キロ制限が敷かれてます。臨空インターですね。ここで高速を降ります。中部国際空港の一つ手前のインターですね。730円ですね。ただここに来るまでいろんなところで料金所を取ってるので、合計2000円ぐらいはかかってると思います。到着。富山から中部国際空港の近くまで運転してきましたが、距離は 280.1km でした。ゴールデンウィークということで、いろんなところが渋滞していて少し大変でしたね。中部国際空港に直接車で行くという手もあったんですけれども、駐車料金がかなり高いということで、一つ手前の臨空常滑駅の近くの駐車場に停めました。ここは1日300円で駐車することができるので、かなり良い場所だなと思います。名鉄の臨空常滑駅にやってきました。中部国際空港までは一駅ですね。1番ホームの中部国際空港方面に行きます。中部国際空港に着きました。第1ターミナルと第2ターミナルがあります。今回私はスカイマークに乗るので、第1ターミナルへ向かいます。動く歩道に乗って第1ターミナルへ向かいます。航空会社ごとに受付の場所が分かりやすくなってます。14時45分発の鹿児島便に乗ります。今から飛行機に乗ります。やはり大きな空港ということで、飛行機が何機も並んでますね。鹿児島空港に着きました。午後4時の時点で気温が23度ということで、かなり暖かいですね。空港と鹿児島市内をつなぐバスに乗ります。1300円ですね。ありがとうございます。次は天文館でございます。ありがとうございました。天文館にやってきました。鹿児島で一番人通りが多い繁華街です。おはようございます。今日は試合の日です。天文館の近くで宿を取って一泊しました。昨年の動画では鹿児島中央駅からスタジアムに向かいましたが、今年は天文館から向かいます。それでは鹿児島ユナイテッド FC のホーム、白波スタジアムへ向かいます。天文館のバス乗り場です。この5番の共同バス停留所の16番線に乗って市民文化ホールへ向かいます。16番のバスが来ました。ありがとうございました。バスを降りると桜島が見えます。白波スタジアムのバックスタンド側の広場です。ヤシの木がたくさん植えられてますね。南国感を感じます。白波スタジアムに着きました。鹿児島は来年の国体の開催地ということで、国体のマスコットが様々な競技に取り組む絵が貼られています。スタジアムの後ろに桜島が見えています。メインスタンドのチケットを買うと桜島をバックに試合を見ることができます。
子供向けにサッカーで遊べるスペースがありました。このように選手の名前をひらがなにしています。小さな子供でもこれなら覚えられますね。先日のカターレのホームゲームでもありましたが、今日は5月5日子供の日ということで、鯉のぼりが空を泳いでいます。スポンサー募集のブースがありました。スポンサー企業としても応援してみないと貼られています。先日スポンサーの数が400社を超えたということで、記念にこういったものが貼られています。 SNS での発信にかなり力を入れているということで、 SNS での実績が貼られています。12月1日時点の YouTube チャンネルの登録者数が書かれていますが、現在登録者1万人を超える人気のチャンネルとなっています。スタジアムグルメのラインナップが貼られています。どのグルメもとても美味しそうですね。鹿児島醤油、鰹節醤油と書かれてますね。買ってみたいと思います。ミックス、はい、ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スタジアムグルメ、今回はかけだれ唐揚げからちきさんで唐揚げを買いました。鹿児島の醤油を使っているということで、どんな味がするのでしょうか。美味しそうな唐揚げですね。いただきます。うん、外はサクサク、中はジューシーで食べ応えがありますね。少し甘めの醤油が鶏肉の旨味をさらに引き出して、素晴らしい唐揚げですね。美味しいです。種ヶ島キッチンカー珊瑚礁というお店ですね。このトビウオメンチカツをください、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。トビウオメンチカツを買いました。種ヶ島で採れた食材のみを使って営業されているキッチンカーのお店です。温かくて衣がしっかりとしたメンチカツですね。メンチカツいただきます。うん、中にはトビウオのすり身が入ってます。サクサクな衣とすり身の香りが絶妙にマッチして、とても食べやすいですね。何個でも食べれそうな勢いです。美味しい。ノンカタゾーンにやってきました。胸スポンサーさんですよね。ですよね。メインスポンサーさんですよね。100円でいただけます。じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。はい。クラブの胸スポンサーをされている薩摩島美人を買いました。芋焼酎が1杯100円です。いただきます。うん、きっこきますね。100円で芋焼酎ロックいただけるのは素晴らしいんですけども、これ飲みすぎると応援に支障が出ますね。飲みすぎ注意です。ビジター自由席の入り口までやってきました。行くさおじゃったんをした。ようこそいらっしゃいました。カターレ富山サポーターの皆様、ようこそ鹿児島へと書かれています。ユナイクーとライカ君、かわいいですね。白波スタジアムに入りました。バックスタンドからカターレを応援します。陸上競技場ですが、スタンドからピッチまでの距離は結構近いです。ナンバー11ゴミラージュンキー。前半が終了しました。2対0で鹿児島のリードです。終始鹿児島にボールを握られて、チャンスをたくさん作られました。そして有田選手と米澤選手がきっちりと決めて、鹿児島が2点をリードしています。富山としては厳しい展開ですが、2対0は危険なスコア、まだ分かりません。後半ひっくり返してくれることを信じて応援します。お疲れ様でした。4対1で鹿児島の勝利、完敗ですね。川西選手が最後意地のゴールを見せてくれましたが、厳しい試合でした。切り替えて次に向かうためにも焼け酒に行きたいと思います。居酒屋レーナヨカバンさんにやってきました。飲み物のコースターが鹿児島ユナイテッドのエンブレムになってます。この店では焼酎がセルフサービスとなっていて、自己申告で何を飲んだかお伝えするという形になってます。フルーティーな芋焼酎ということで、安田を紹介していただきました。これ、はい、じゃあ取りますね。はい、鹿児島サポーターの方と一緒に、向こうはね祝杯だとは思うんですけども、私としては残念会ということで、安田で乾杯したいと思います。乾杯。はい、おやっとさです。おやっとさです。おやっとさ、おやっとさってのはお疲れ様。あ、お疲れ様。あ、なるほど。あ、すごい飲みやすい。スーッと飲めますね。芋焼酎って結構癖ある割に。これも炭酸水とかで割ってもめちゃくちゃ美味いです。あ、炭酸水割り美味しそうですね。美味しいですね。めちゃくちゃ。皆さんは祝勝会、私は残念会。乾杯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 。ありがとう。はい。富山のサポーターさんもいらしてます。悔しいです。無限人参をいただきました。人参とスルメイカが入っています。
めっちゃ合うのこれ、美味しい。枝豆と豆腐と練り物でさつま揚げにしてると。さつま揚げいただきます。さつま揚げに枝豆を合わせるっていうのはいいですね、すごくね。居酒屋レイナヨカバンさんで楽しく飲むことができました。海鮮のショックを癒してくれる楽しい居酒屋さんだったなと思います。2軒目ということでブエンモゆかりというお店にやってきました。こちらも鹿児島サポーターの方がたくさん集まるお店だそうです。上の方を見ると選手のフェイスタオルが飾られています。大西選手、ゴールキーパーの選手ですね、ユナイテッドの選手が商品名になってます。お店では鹿児島ユナイテッド FC のグッズも一部のものを販売されております。マスクであったりペンケースといったこういったグッズもあるようですね。こちらにはユニフォームが飾ってあります。選手のサインが入っていて缶バッジがたくさんついてますね。今日お疲れ様でした。乾杯。乾杯。ありがとうございます。お店からのサービスということで締めサバを出していただきました。こちら炙ってるそうです。いただきたいと思います。いやうまい。口の中で溶けてなくなるんじゃないかっていうくらいプリプリで、あとはこの醤油もね絶妙にマッチして本当に美味しいです。ブエモゆかりさんに行ってきました。ユナイテッド応援されてるお店なんですけれども、アウェイサポーターの方にも優しく接してくださるお店で楽しく飲むことができました。おはようございます。あとは帰るだけなんですけれども、飛行機が夜の便ということで1日時間がありますということで、日中鹿児島市内を観光したいと思います。西郷隆盛銅像にやってきました。鹿児島市は西郷隆盛のふるさとです。このように大きな銅像が建てられています。この銅像のすぐ隣に歩道橋があるんですけれども、歩道橋を渡った道路の反対側には撮影スポットが用意されています。撮影スポットから見るとこんな感じです。撮影スポットの手前にカメラの置き台があるんですけれども、その置き台の上には桜島が飾ってありますね。銅像の高さは8メートルあるようです。遠くからだと分かりにくいんですけれども、かなり大きいですね。鹿児島市内には路面電車が走っています。この路面電車に乗って次の目的地へ向かいます。運賃は一律170円ですね。桜島フェリー乗り場にやってきました。鹿児島といえば桜島が有名ですが、その桜島へはフェリーで渡ることができます。日中は15分に1本のペースでフェリーが出ているということで行ってみたいと思います。フェリー乗り場にやってきました。かなり大きな船ですね。ちょうど今一つの便が出港したようです。この連絡通路はフェリー乗り場だけでなく水族館にもつながっているようです。運賃は後払いのようですね。フェリーに行ってみましょう。このチャンネルが始まって以来フェリーに乗るのは初めてなので楽しみですね。階段を登って客室へ向かいます。3階の客室に入っていきます。中は結構あったかいですね。フェリーの中にうどん屋さんがありました。ごぼう天うどんを注文しました。優しい出汁ですね。柔らかめの優しい麺で体の中にスッと入っていきます。美味しいです。このようにうどんを食べながら外の景色を見ることができます。最高ですね。桜島が近づいてきました。間もなく到着です。ようこそ桜島へと歓迎してくれています。フェリーを降りて建物に入ると遠藤康人選手のブースがありました。遠藤選手は鹿児島市ふるさと大使なんですね。アイランドビューというバスがあったのでこれに乗ってみたいと思います。1日乗車券を買いました。帰りのフェリーの割引券がついてます。間もなく赤水展望広場、赤水展望広場でバスを降りました。桜島の河口からの距離もだいぶ近いので硫黄のような匂いがしてきますね。叫びの肖像というモニュメントがありました。平成16年に長渕剛さんが桜島でオールナイトコンサートを開催した時の場所です。当時の写真があるんですけれども、これだけの人が集まってライブをしていたということですごいなと思います。ギターの隣で長渕剛さんが叫んでいる様子が記念に残されています。湯の平展望所で降りました。ここには売店や休憩所があるようですね。高い位置から海と鹿児島市を一望することができます。いい景色ですね。鹿児島を満喫することができました。去年は観光に行けなかったので、今年はいろいろと回れてよかったなと思います。それでは富山に帰りたいと思います。天文館のバス停から空港行きバスに乗ります。18時半まで約15分間隔で出ているようです。
鹿児島空港に着きました。エスカレーターを登って2階に行くとチャージポイントがありました。ここでスマートフォンやパソコンなど充電することができます。ありがたい。夜の空港ということで滑走路を照らす明かりがちらほらと見えます。今日の鹿児島空港の最終便ですね。スカイマークに乗って中部国際空港へ向かいます。はい、ありがとうございます。はい、中部国際空港に戻ってきました。名古屋グランパスが広告を出していますね。ウェルカムトゥホームオブ名古屋グランパスと掲示されています。最後は名鉄線に乗って隣の臨空常滑駅に行きます。臨空常滑駅に帰ってきました。はい、ということで車を止めた場所まで戻ってきました。試合結果は残念でしたけれども鹿児島を満喫できたかなと思います。鹿児島の皆さん、3日間ありがとうございました。今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは今回のように全国の街やスタジアムの様子をお伝えしていますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。鹿児島サポーターの皆さん、ユナイテッドの公式チャンネルに負けないぐらい頑張りますので、今後もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。